はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビジです。では今回はハーツオブアイアン4タイ王国プレイ続きをやっていきたいと思います。まあ、タイはね、対戦中このハーツオブアイアン4の中ではまあちょっとね、弱小国扱いになるかなというね、ちょっと厳しい設定の国にはなっているんですけども、なんとかね終戦、史実でいう終戦の1945年8月まで独立を保ってバンコクをね守り抜きたいというふうに思っています。では早速時間を進めていきましょう。今はですねもう本当に建設で民需工場から軍需工場への転換を行うっていうところを、まあ、最優先でね、やっていっていますんで、ここからになります。研究とかね、国家方針とか、もうこの辺りは完全に陸軍に特化させて、まあ、海軍、空軍へね、割り振るだけのリソースをすべて陸軍に割り振って、もう守りに徹するというところをやっています。で、今、師団をね、どんどん作っていきたい。それこそ本当にどんどんというところなんですけど、まあ、残念ながらね、軍需工場が1個しか稼働していないというところがあって、生産のラインをちょっと見ておくとですね、2つですね、軍需工場、ごめんなさい、2つ、今稼働していて、これを陸軍の歩兵装備に割り当てています。まあ、これがもう少し数が増えてくるとスピードが上がってくるかなというところがあるので、それに合わせてですね、徴兵制度も順次見直していきたいなとは思うんですが、軍需工場が今2つしかなくて、海軍の造船所は0個というところで、貿易のところをね、まあ、今あの戦時中ではないんですけども、今後戦時体制に入っていった時には船団護衛用の駆逐艦あるいは潜水艦とか、まあ、そういうね輸出入の時の輸送船を守るための、船だけは最低限確保したいなというところから、海軍の造船所は1個だけおいおい作っていきたいと思ってます。で、輸入の状態今見てもらっているんですが、ゴムがね80取れるというのが唯一の強みなので、まあ、これをうまくね活用していきたいなというところですね。で、鉄とかはねもうバリバリ輸入していかないと成り立たないので、鉄をご覧の通り輸入しています。で、生産に必要な量が4必要なんで、今はね輸入量8に対して生産に必要量として4ですね使っているっていう状況になっています。で、研究が完了したね、支援装備が完了したので、じゃあこの先さらに進めていきましょう。もう陸軍に特化していくしかないので、ドクトリンを先に進めるわけにはいかないか。今ね、ドクトリン、優勢火力ドクトリンを研究中なので、そしたら、支援中隊にする?どうしようかな。防御が少し上がる、人的資源が300、公平を入れていくのか、まあ、MP とか入れる必要は正直ないかなと思うんですよね。野戦病院とかはどうなるんだろう。軍用トラックが必要になるのか、いずれにしてもとなるとだ、軍用トラックがどこにある、これだな。先に軍用トラックだけじゃあちょっとやっちゃいますか。その軍用トラックがね必要になってきた時にも結局生産するための資源があるのかっていうところがね少し疑問ではあるんですが、ドクトリンは注力2まで来てるんで、そしたら陸軍系で残っている
自動車化に注力入れていきましょう。ちょうど今ね、軍用トラック研究中なんで、研究ボーナスもつくのでいいでしょう。で、政府の刷新なんですけど、どうしようかな。政治顧問を入れる必要があるかっていうところだよね。戦車設計者、戦車を作るだけのね、攻撃力、残念ながらないですからね。産業系の研究もね、今する余裕がないんで、このあたりにボーナスがつくものを入れてもあまり意味がないんですよね。で、参謀に関しても海軍、空軍も必要ないしね。そうなると必然的にどうだろう。必要になるものがあまりないんだよね。必要ないからといって入れないでおいていいのかっていうと微妙だな。政治顧問考える？タイは一応ね、王国制になってるんで、民主主義とかそういうのを入れるよりかは、あ、これがいいね。民需向上、インフラ、建設速度、プラス10。これにしましょう。今これが本当に必要かっていうとね、ちょっと微妙ですけど。この後インフラを入れてるんで、このインフラでなんとかって感じかな。本当はね、軍需工場をもっともっと作っていきたいんですけど、もう軍需工場を作る枠の余裕がなくなっちゃってるんで、どうにもならないんですよね。インフラレベルを上げるとすると、どうするかっていうところだよな。対空砲とかこの辺りもね、本来だったらもうちょっとしっかりやらなきゃいけないんですけど、全くもってね、ご覧の通り師団数が今だと 1,2,3,4 部隊になってるんですね。4部隊プラスマレーの南に1部隊で計5部隊か。で、西東ともにインド、フランスの両大国に挟まれてるっていう状態なんで、師団数がね、せめてこの5倍ぐらいあると、国境の守りも十分にね、戦力を割けるんですけど、人的資源とかはご覧の通りまだまだ余裕はありますね。よし、自動車化に注力が完成したね。で、ビンデンブルク号の惨事、これはドイツの旅客飛行船ビンデンブルク号が本日アメリカ合衆国のレイクアースト海軍飛行場への着陸に際して大破と。さて、研究枠だな。次は機械化に注力。機械化へ注力は自動車化歩兵の可能性を再合することで現在の自動車両の可能性の限界を突破することができる。なるほど。兵員輸送車、ここはね、特殊部隊をおいおい構成するために必要になってきますからね。さて、政治顧問さらに入れる？どうするかな。政治力がプラス 15%、 これは入れといて損はないよね。一応今画面の右上の方に1937年5月って出てると思うんですが、これがね、45年8月まで守り抜きましょう。で、ご覧の通りここまで何にもしてないなこいつっていう感じのプレイスタイルになってしまうんで、ちょっと場合によってはね、要所要所はスキップしたり、早送りにさせていただくかもしれないんですが、その点はご了承いただければと思います。で、今ね、
バンコクを見ていきたいなと思うんですが、僕の動画とかツイッター見ていただいている方もしいらっしゃれば、ご存知の方もねいらっしゃるかもしれませんけども、よくねタイの方に遊びに行くんですよ。で、遊びに行くって言っても行くのはねバンコクばっかりなんですが、一度ね、パタヤ2回かな、パタヤとかにも行ったことがあるんですけど、このね今流れているチャオプラヤ川、いわゆるチャオプラヤなんですけど、このね川がね、おっとちょっと待ってくださいね、研究完了と、これドクトリンが完了してますね。なので研究枠空いたんで使っていきましょう。機動防御、すべての歩兵および車両の防御がプラス20になる。これ大きいですね。ただねやっぱり数なんですよね、数が欲しい。歩兵にしろ何にしろ数が欲しいんで、ここをねうまく使っていかないといけないんですよね。さあまずは師団の数を増やしていこうというところでやっていきましょう。で、おっとアメリアのイエハハートの失踪、女性として初めて大西洋単独横断飛行を完了したことで有名なアメリア・イエハートがナビゲーターのブレット・ヌーナンと共に太平洋中央のハラウント島付近で消息を絶ったと。で一応2月ですね10日からミカミックスはねちょっともう最近バンコクというかタイというか僕と一緒に海外旅行に行きたくないと言ってるんで一緒に行ってくれないんですけど、別の友人と一緒に、バンコクに行く予定です、2月の10日から。でその時はね一応その現地の女の子を誘ってチャオプラヤの川沿いにあるちょっとねこじゃれたレストランの方に遊びに行く予定になってるんで、まあ、その様子もねツイッターとか動画の中でねご紹介できればいいかなというふうには思っています。で国家方針完了しましたかね。じゃあ走行化に注力を入れておきましょう。まあ走行化できるかっていう話はあるんですが、これね入れている理由というのはこの後最悪じゃないね、最後国家方針を決めていく中で一番最後にある特殊部隊をね構成するために陸軍系を極めていこうという動きになっています。でソビエトの話が出てきているところになりますね。なんでね、おっと軍用トラックができたんでさらに研究枠を使っていきます。今時間の進め方はねマックスで進めていますんでガリガリ進めていきます。装備に入れてく、そろそろどん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 、先へ先へ行きましょう。時代の先取り、陸軍装備系だけね。パタヤがねだいたいこの辺になりますね。でバンコクからパタヤはどうだろうな。結構やっぱりバンコクの市内がすごい渋滞なんで、渋滞にもよるんですけど、まあ、タクシーで2時間ぐらいあれば行けるかなっていう、まあ見ておけば十分かなっていう距離にありますね。さてそうすると次どうするかな。経済をちょっと変えて、軍需工場の建設速度を上げていく。どうするかな。
総動員、部分動員に変えて、でこれを軍需工場の建設速度を上げるかですね。今民間経済になっていて、早期動員に変えることができるか、ちょっともう一度考えますか。早期動員にするには、国際緊張が 5% 以上あるかどうかっていうところがポイントになるけど、今 4% しかないんでできないですね。 4% っていうのはここですね。ここが 5% になったタイミングで早期動員に変えていきましょう。それでは、で輸出重視のところはどうする。造船所の生産量とか研究所要時間とかが影響を受けるんですが、自由貿易、ここも変える必要ないかな。まあ、今志願兵のみになっているこの徴兵制に関しても、軍需工場の数が足りてないんで、まあ、どうにもならないといえばどうにもならないんだよな。政府の刷新でできるところ、そうだな、困りましたね。余らしちゃってるっていうのがちょっともったいない感じがして、どうしようもないけど、まあ、ただ無駄なことを逆にする方が、ね、悪影響が出る場合もあるのでやめましょう。で国家方針は、この後ね、特殊部隊を入れていきましょう。でこの特殊部隊を見ておくと、ご覧のようにね、研究ボーナスがいろいろつくので、まあ、この研究ボーナスをうまく活かしていきたいなというところにはなるんですけど、どこかな。まあ特殊部隊を入れておくぐらいしか、まあ、やることがないといえばないんで、やっておきましょう。陸軍系はもうこれしか残ってないですからね、そもそもしょうがないですね。でドクトリンもさらに1個進められるかな、研究枠としては。じゃあ先にね、ちょっとこの盧溝橋事件の方が見えてるんで、こっちを見ていきましょう。北京の南西にある戦略的な重要な盧溝橋事件、盧溝橋橋付近において日中車両の間で偶発的な衝突が発生ということですね。これどうだろう、一気に上がるんじゃないの、軍事的国際緊張が。さてはこの後ね、分散支援か統合支援かに分かれていくんですが、どっちがいいかっていう見極めをしよう。回復率が上がる、法律のね、こっちは対人攻撃力が上がると、指揮統制率がプラス10、こっちにしよう。やっぱり上がってるね、国際緊張が上がっているということは、これを機に民間経済を早期動員に変えましょう。さあちょっとずつですけど師団が増えてきてるんで、この師団をね、まあ、国境に配備していきましょう。それでもまだ政治力165残ってますね。まあバンコクまでの航空券がね、今高くて高くてしょうがないんですよ。どうだろうな、5年前とかだと、メガキャリア系使っても5万円ちょっと、まあ、6万円出せばいけてたかなというところなんですけども、最近だと
土日とか週末とかが絡んでくると8万円から場合によっては10万円ぐらい、ANA とか JAL とかだとかかっちゃうんですよね。これだと結構ねお財布へのインパクトが大きいんですよ。そうなるとね最近話題の LCC とかをちょっと対応していかなきゃいけないなということで、2月10日から行く旅行もですね初めて使う LCC に、ね、僕としては初めて使う LCC になるんですけど、スクート成田発のスクートで、帰りはエアアジアを使って、3泊4日かな、結構ね強行軍なんですが行ってこようと思ってます。で一応僕の自宅がですね成田と羽田とちょうど中間ぐらいにあるので、まあどっちでもいいといえばどっちでもいいんですよね。どっちかに近いよとかってなってくると多少面倒なんですが、おっと帝国軍が宣戦布告してるね、中国にも。これで一気に国際緊張高まってるよね、中国国境における日本の増強ということになっているんですが、これこうなるとどうだろうね、他も動き出す可能性がありますよね。中華統一戦線の結成ということで、いよいよね軍事緊張も国際緊張も 17% まで一気に跳ね上がってますからね。イタリアもねガンガン来てるね。さあ国家方針が分かってきたんでどうする？ここはと陸軍の訓練を入れると師団訓練時間がマイナス25か。従属国とかねどうしようもないからな。で今陣営どこにも入ってないしね、建造物の修理か、まあ、これも今戦時中ではないからな。レジスタンスの増加を減らすっていうのも意味がないし、建設工額はインフラの建設速度がプラス10か、これ工場のそのいわゆる建設速度が上がるっていうのだとやりたいんですけどね。工場は入ってないですね、こうやって見ると。となると今だと陸軍の訓練を入れましょう。で早期動員から部分動員に変えられるよね。ちょっと部分動員の詳細をもう一度確認してから決めよう。部分動員は軍事工場の建設速度がプラス10か、転換コストもマイナス10になる。うん、これにしましょう。で旧式装備を生産中になっちゃってるんで、これを新しいものに変えていきます。歩兵装備に変えましょう。で、支援装備軍用トラック、まあ作れなくはどれもないのか。ちょっと待って、一回生産ラインを止めよう。まず絶対作んなきゃいけないものとしては歩兵装備でしょ。でどうしようかな、タングステンと鉄をに使うわけだ。で他何使うかだよな。野戦砲か、厳しいな。軍用トラックの方がまだ使える。支援装備、困りましたね。どれを使うかなんですよね。野戦砲を使って、まあ、いわゆる火力を上げるかだな。これにしよう。ただそうするとタングステンが足りないんだな。そうすると貿易を見直さなきゃいけないね。タングステンを輸入していかなきゃいけないんだ。タングステン輸出枠使っちゃってるのがよろしくないね。
輸出を取りやめたいけど。タングステンね、どうする？輸送船が全くなくなっちゃってるからどうにもならないね。ということはこれを研究する意味はないと言っていいな。そうなんだよね、今師団編成に使ってないからな。これをやってる意味はないんだよね。確かにおっしゃる通り。そうなると生産のライン何使っていくかというと、まあ支援装備にする？支援装備に。まあこの後手段編成を少し見直していきましょう。で研究枠はドクトリンを使っていきます。二稼働の軍需工場か、どうする？軍需工場、いやここは軍用トラックを入れよう。でいやちょっと待ってね、師団の編成を見直すところからやった方がいいよな。支援をまず1個入れよう。これでどう？自動車化大体入れるってなるとまあちょっと厳しいよな。まあ、とりあえず支援火器を入れたんで、支援火器のね編成というか生産というかはやっていきましょうか。403はちょっと使えないな、さすがに。もったいなすぎるんでね。そうすると砲兵隊を入れとく。対空砲。早期機関や戦砲、こっちにしよう。対人攻撃力はプラス10になりますからね。でもちろん歩兵装備は入れなきゃいけないんで、これで一通りかな。牽引式野戦砲と支援装備が不要だって言ってる？いやそんなことないでしょう。だって師団の編成ちょっと見ておく必要があって、師団の編成を見ると効果セーブしてなかったね。ゆえにだな。支援装備がまだいらない状態になっちゃってる。そうなるとここも見直しを図っていかなきゃいけないね。支援装備支援装備は今、そうか、そもそも、この状態で1個作られていないんで、故に必要なんだな。支援砲兵がいて、いや、支援装備なんで、そうだね、ここは、編成を改正して、おっと、インド国民会議が地方選挙で勝利。これ隣国ですからね。
イギリスに対して、まあ、敵対する流れができているっていうところだな。これもちょっと見ておく必要があるな、今後ね。支援装備を今生産してるけど、この必要がない状態になっちゃってんだな。となると削っとく？その分、その分陸軍の歩兵手段の装備に割り当てて、そっちを早くする方が、まあ、全然いいよな。見直そう。支援装備を削って、その分歩兵装備こっちに割り当てよう。これ師団の数がどんくらいになってきている？今だと 1,2,3,4,5,6,7,8,9 師団になったね。まあ、フランス、イギリス両軍と戦える力はもちろんないですけど、まあ、生き残りだけを考えるんだったら連合国軍側、つまりフランス、イギリスの陣営に入る方がいいですよね。ただこうやってみるとどうだろう。早速日本軍がガリガリ多分攻勢を仕掛けてるんだろうなっていうのが分かりますよね。きっとね、広がっていくんじゃないかなと思います、この日本軍の動きが。まだイタリアとか欧州の方どうなってるか見てみますか。こっちの方ではまだ戦時体制というか、開戦はしてないでいいのかな、対戦は始まってないで良さそうですね。戦端が開かれている感じはない。まあ、日本としての生き残り策、タイとしての生き残り策でいうと、やっぱり陸軍に特化して国境の防衛を行っていく。で、特にイギリスとは絶対先端を開いちゃいけないですよね。西のイギリス領のインド帝国と、同じくイギリス領マライ、ここがイギリスと2つの地点で国境を接していて、かつイギリスの大海軍いますからね。まあ、もちろんフランスとも戦端を開きたくはないんですけど、まあ、カンボジア、ベトナム、この辺りをね、うまく、あとはラオスか。まあ、この辺りはフランスから解放してあげたいけど、まあ、独立を守ることが最優先だからな。はい、というわけでね、ちょっと今回何もしていないんですが、時間だけがずるずると経ってしまっているので、一旦ここで終わりにして、基本方針はこのまま進めていくので、時間はね、早送りにすることが今後少し多くなるかもしれないんですが、あとはね、ダバなし、くだらないダバなしも多くなっていってしまうかなと思うんですが、まあ、ちょっとね、気楽な感じで、見ていただければ嬉しいなというふうに思います。というわけで今回はここまでにして、次回またこの続きをプレイしていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。